リー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。ねえリディ、そっちは何か見つかった？の生活には戻りたくない。私もよし、もうちょっと探してみよっか。あ、さすがお姉ちゃん。じゃ、お任せします。もうスーちゃんも一緒にやるの。ほら、ぜー、分かってますよっと。これくらいかな。あと必要なのは鉱石と果物だね。まずは鉱石から探そうか。はーい、鉱石鉱石。あんなところに良さげな岩が。なんで私のこと見るの。無理だよ、私あんなの壊せないよ。お母さんとの約束その1、やる前から無理って諦めない。さっきは私の方がたくさん拾ったし、今度は頑張ってよね、お姉ちゃん。意地悪。分かったよ、やればいいんでしょ。ものも大丈夫っと。これでお父さんに言われたものは全部揃ったね。すっごい疲れたけどね。まあまあ、これでご飯は守られたわけだし。じゃあさらさら。あっ、雷最近多いよね。うん、そういう季節ってわけでもないのにね。そうだね、雨に降られる前にアトリエに戻ろうか。それがいいかも。それじゃアトリエまで競争スタート。え、ちょっと待ってよスーちゃん。
ここはアダレット王国の王都メルベイユ。民と共に長い歴史を歩む国一番の華やかな都。広大なマール海に面し、潮の香りに包まれるこの都には双子の錬金術師が暮らしていました。姉のリディ、体を動かすのは苦手なものの賢く優しい女の子。そして妹のスール、いたずら盛りでいつも明るいとても元気な女の子。いつも二人一緒のリディとスー、彼女たちは父親と小さなアトリエを営んでいます。ですがその生活は順風満帆とはいかないようで。第1話、双子の日常。ご苦労。だいぶ時間がかかったみたいだな。まあね、依頼を受けたから材料取ってこいって、準備もなしに放り出されたらそれ手こずるよ。ああ、そうだったか。最近物覚えが悪くてな。はあ、すぐこれだよ。じゃあこれ取ってきた材料だよ。お父さん、調合よろしくね。ああ、それなんだが、気が変わった。お前たち、やっておいてくれ。はあ、お父さんがやるって約束だったじゃない。それに、依頼品は2つもあるし。さっきまた絵の構想が浮かんでな。この創作欲をキャンバスにぶつける必要がある。というわけで、俺は地下室にこもる。それじゃあな。あ、地下室には入るんじゃないぞ。言うこと聞かないと雷神様に雷を落とされるからね。うるさいバカ親父、仕事押しつけんな。さらばだ。もうほんと、お父さんは約束破ってばっかし。そうだね。でもお母さん言ってたよ、お父さん最後には絶対約束を守ってくれるって。それは私も聞いたことあるけどさ、本当にそう思う？ううん、思わないでしょ。はぁ、愚痴ってても仕方ないか。私たちだけで何とかするしかないよね。うん、もう今月の食費残ってないし、二人で手分けすれば大丈夫なはずだよ、多分。中和剤の種類間違えちゃダメだからね。スーちゃんこそかき混ぜ棒でフラスコを割らないでね。どんなものを作ろうかな。さて、どれを使おうかな。こんな感じでいけるかな。丁寧にかき混ぜて、ここまではバッチリみたい。
つ出来上がり。なんとかうまくいったみたいだね。うん、あとはもう一つ作るだけ。意外と楽勝じゃない？私たちも錬金術うまくなってるのかも。この調子で次の調合もやっちゃおう。さてっと、材料は私が入れるから、スーちゃんは火力を強くしてくれる？よし、きた。細かい調整は面倒だから最大火力で。なんか焦げ臭い。わー、火ついた。早くに火がついた。消して、消して。落ち着いて、今消すから。うわ、なんかこぼした。ガッソー、何これ。やっと消え、なんか窯がボコボコいってる。これは爆発する。結局徹夜になりましたな。ちゃんとできたからよかったけど、目がしょぼしょぼする。あとはこれを届けるだけだよね。依頼人はっと、教会のシスターに鍛冶屋のおじさんか。ふむふむ、じゃあ今から届けに行っちゃおうか。動いてないと眠っちゃいそうだし。うん、そうしよう。行ってきます、お母さん。お母さん、行ってきます。